部隊が降下。このクローン施設では敵兵士が製造されている。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。神の攻撃側ギャラクティック、誰か落ちてったよ神の攻撃側ギャラクティックアサルトを遊んでいきましょう。まあ、今回は通常ルールですね。トリプルがかかってるくらいで、ルール自体はファストスポーンやスペシャルフォースなんかがあるわけじゃないので、これ結構頑張らないと第一フェーズで普通に負けます。それが神の攻撃じゃ。めっちゃいる、めっちゃいるわ戦略コントロール回路を起動。新しい敵アーカイブにアクセス。攻撃プログラムを突破。ナイス、いい囲みだ強いね、いいね、いいね、悪くないよ、悪くないよ。いいぞ。やられてるか、なんか崩されてるか。うわー爆発物もらっちまった。強い。作戦意識高いね。モチベかなり高いじゃん、味方。なかなかどうしてもね、第一フェーズでボツになっちゃうというか、負けちゃうと、ま、どうしても取れ高的にも、私もね、何もせずに死んでることが多いので、ボツにしてしまうことが多いんですが、これはいけるか、取れ高。いや飛行機いるな、いや飛行機いるね、結構つらそう、つらそう。おとりでさ、これ置いとこうよ。ここにいると飛行機の人もあのバリアの中にいるんじゃないかっていう錯覚に、いや複数貼ると怖いかも。複数貼ると怖いかも。まあ、この中もハイドン狙われるんだけどな。なんかいね、放り込まれるのもだるいんだよな。いる、ああいるね。で、変なところに置いときます。変なところに置いとくことによって、ん、これは逆にあれじゃないか、逆に何もしてなくない、俺。いや、あ、ミスリードしそうだな、こっち行くと。こっちに行くと見せかけて、あっち行きたいんだよな。こっちに行くと見せかけて、あっちに行きたいって、聞いてる人に何も伝わらないよね。ハンガーに行くと見せかけて、弊社に行きたいんだよね。うん、ハンガー取りそうだな、これ。一旦弊社見に行ってもいい？バラージュは解除。前ドーム、ああ前には入れない。ドーム張ってダメかに取る感じだとあれなんだよな、バカみたいに人数減らすくらいだったら先に取っちゃった方がいいんだよね。ハンガーを隔離して制圧せよ。まずい、まずいね。で、普通は弊社から取った方が楽なんだけど、ハンガーから取る場合はハンガー取った後に必ずここ、この中央ルート、中央ルートの封鎖が絶対的に必要なんで。中もまだいるな。ウリバ将軍も死んだ。中央ルートは封鎖しとくけど、中央ルートは封鎖しとくが、マジ？今の範囲外出ただろ俺。中央ルートの封鎖もしてたんだけど、一人抜けられたな。
極めて危険だ。新しい敵が現れた。中央ルートも封鎖したいな。あ、なるほど、耐えた。やる、削った方がいい、削った方がいい。ギリギリまで削った。で、なんかいる、レイか。トパラージは刺さる。後ろにレイがいるか。下がったな。レイ中入ったな。あー、グリバス将軍がやられた。また戻ってきた。やれてないのか BB8。 BB8 をやらないとまずいな。BB8 粘ってるぞ。だ、レイとあれが持ってかれてんのきついな。 BB8 やれなかったか。真ん中押さえられてる。真ん中は押さえてんだけどか。なるほど。あれ BB8 でしょ、逃げてったな。いや、 BB8 残ってるの結構きついな。これスピード勝負だからな。どれだけ突っ込めるかじゃない。どっちのルートが空いてるかを判断して、この入り口であんまり戦うのは良くないどころか。ダメダメなんだよね。ああ、裏裏行ったな。そうだよね、その間に我々は抜けた方がいいな、間違いない。はえ、なだれ込め。うおー、バラシだな。おお、もう高えな意識。ジャミングも発動しておきます。そうなんだよな、これくらいまで一気にライン上げて、開かねえのかここ。そう、一気にライン上げて何もさせない間にさっさとやっちまうっていうのが一番早いんだよな。強い。あれなんだよね、最終フェーズ入るときに、その、第3フェーズの相手の動きを見て、そのギリギリまでラインを上げて、侵入を防いだ方がいいパターンの敵なのか、最悪、最終ラインまで引いて、あの入り口から通さないっていう方向に持ってった方がいいのかっていうのは判断しなきゃいけないんだけど、多分そこの判断、まあ難しいところなんだけれども、そこができてるかできてないかはでかかったかもしれない。多分今のパターンは絶対に引いた方がよかった。レイとか、あれ、BB8 もいただろうから、一旦引いて、あの最終ラインの二つの入り口を止める感じで、全員を布陣して、時間を稼ぐっていう方法しかなかったかもしれないな。はい、というわけでね、久しぶりのカミーノでしたけれども、味方がもう完全理想ムーブだったな。ガチガチでしたね。作戦ガチガチムーブ。いや、これはなかなか強い。はい、というわけで、カミーの動画化、できそうですね、これは。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。